歩んでいきますよ。まずは右スイングからです。頑張っていきますよ。ウエスト周りや腹斜筋、下半身に効くこの右スイング、中腰で腰のひねりを最大限にとっていきましょう。きつくなると重心が上がるので注意してください。ウエストを思いっきりひねるイメージで、まずは体を温めていきますよ。お疲れ様です。次は左スイングです。頑張りましょう。しっかり勢いをつけて体をひねっていきます。しっかりひねることでウエストも引き締めていきますよ。スイングするときに息をふっと吐いていきましょう。次は呼吸動作です。下半身に刺激を入れていきますよ。左右どちらも同じ動きで下半身に刺激を入れていきます。腰が上がりすぎないように注意してください。前に出す手はボールをキャッチするように優しく動かしていきます。地味に下半身に効いてくるはず。頑張りましょう。次はもも上げです。頑張りましょう。テンポよく膝を上げていきます。お腹の力も使って足を上げていきますよ。ヒートは心拍数を上げていくことが大事です。速いスピードで心拍数を乱高下させていきます。きついですが頑張りましょう。次は整備動作です。下半身さらに刺激を。頑張りますよ。リズミカルに下半身を動かしていきます。呼吸動作同様、腰が上がりすぎないように注意してください。滑らかに体を動かして関節付近もしっかり温めます。下を向かないように常に前を向いていきます。次はボールキャッチです。頑張りましょう。腕を伸ばして転がってきたボールを取るように腰を落としていきます。お尻と太ももに効かせていきますよ。テンポよく素早くボールを拾いましょう。今までの上下の動きに加えて左右の動きをつけることで心拍数をさらに上げていきます。次はキャッチングです。1周目ラストの種目です。頑張りましょう。体のバネをうまく利用しながら動かしていきます。横着な動きにならないように注意してください。きつい方は上下の動きが少なくても OK です。自分の限界値を探しながら強度を調整しましょう。これが終われば1周目終了。頑張っていきましょう。2周目の右スイングです。息を整えていきますよ。
り心拍数が上がってきています。ここから2周目頑張ってついてきてください。重心が上がりすぎないように息を整えながらスイングしてください。さあきついですけどファイトですよ。反対側左スイング頑張っていきましょう。かなりきついですが終わった後には達成感を味わえます。大きく動けば消費カロリーも上がってきます。自分のマックスを出すようなイメージで大きく大きく動いていきましょう。次は呼吸動作です。きつくなってきましたね。頑張りますよ。ここからさらに下半身を攻めていきます。汗もかいて下半身も悲鳴を上げてきてますよね。ここの頑張りが体を変えてくれます。やりきったら達成感が半端ないです。一緒に乗り切りますよ。もも上げです。かなり息が上がってますが一緒に頑張りましょう。しっかりテンポよく膝を上げていきます。かなりかなりきついですが今が頑張り時です。辛い時は燃えてる時です。私もナースケ君もかなりきついですがヒーヒー言いながら頑張ってます。一緒に乗り越えましょう。次は整備動作です。さあここからですよ。終わりがついに見えてきました。終盤戦のきつい種目の一つです。きついからこそ丁寧にそして激しく動かしていきましょう。体全体でしっかり動けていますか。動作も確認しながらラストスパート突入です。皆さんあと2種目です。ボールキャッチ頑張っていきますよ。下を向かずに前を向いて最後まで頑張りますよ。素早く動くことでカロリー消費を促していきます。みんな辛いのは一緒です。笑顔で最後まで一緒に頑張りましょう。さあラストキャッチングです。やりきりますよ。ついについにここまで来ました。よく頑張った。でももっと頑張れる。これが終わったら達成感に満ち溢れるはずです。ラストで思いっきり心拍数を上げて最大の消費カロリーで終わりを迎えましょう。さあ気合だ。